こんにちは。今日はマルチバースについてお話してみたいと思います。マルチバース、聞いたことがあるでしょうか？ずーっと昔の人はですね、きっとこの自分の周りだけが全てだと思っていたでしょうね。でも人類はこう移動して、歩いてどんどん移動して、なんか住むところを見つけていったわけなので、そんなすぐにというか世代を渡ってそういう旅をしたんじゃないかなと思います。感覚としてはきっと見えている世界がこの一つだと思っていたんじゃないかなと思います。唯一っていうのはユニですよね。ユニークのユニです。でもこう違ったわけですね。大陸っていうのはいっぱいあったわけです。こんな感じで。で、みんなはですね、こう当然夜星を見ていると、こうぐるぐる回っていたり、太陽もこう一回転しているわけで、星とか月とか太陽っていうのはこう地球を中心ですね、回っていると思っていたわけです。普通に見れたらそう考えるのは当然ですよね。でも違ったわけですね。こう地球が唯一の星でもなく、唯一の惑星でもなく、実は太陽の周りを回っていたということです。で、じゃあ、この太陽が中心で、すべての中心で、その周りをこう、すべての星が回っていると、次は思ったんじゃないでしょうか。そう考えるのも当然だと思います。でも、これ違ったわけですね。実は、銀河の非常になんか、隅っこの方に太陽系があったわけです。じゃあ、この銀河がすべて唯一だと思っていた時代があったでしょう。でも、違ったわけですね。他にも銀河があったわけです。例えば、隣のアンドロメダ星雲っていうのは、隣にありますよね。いずれ50億年くらいですか、方にはこう衝突するっていうことになっていますね。弥勒菩薩が現れる頃でしょうか。で、この銀河は結局どのくらいあったかっていうと、めちゃくちゃたくさんあったわけです。これ一点一点が銀河ですね。一点一点が銀河です。星じゃないですよ。銀河が分布して、こんな風に泡構造になっているっていうことが分かっています。実は、銀河がいっぱいたくさんあって、こんな泡構造を成していると。人類が今見つけた最大の最も大きな構造はこの銀河の分布が泡になっているっていうことですね。さて、こう考えたときに、今までこう唯一だと思ってきたもの、ユニだったものがですね、本当に一つなのかなっていうことが、思いつくんじゃないでしょうか。宇宙、ユニバースですね。これも本当に一つなのかなっていうことです。もしかしたら僕たちの宇宙がですね、はそのうちの一つでポコポコいろんな宇宙があってマルチバースになっているのではないかっていうアイデアですね。で、これが考えると何が面白いのかっていうと、一つはそういう可能性だってあるわけですよね。で、なんでこういうことを考えたかっていうと、この宇宙、僕たちの宇宙を占めるですね、エネルギー密度、っていうのは、こんな感じになっていると、いろいろ紹介してきましたが、僕たちが知っているものっていうのは、わずか 4% くらいです。それに対して5倍くらい、これはダークマターで、ダークマターだと。で、さらに、宇宙全体の7割を占める、ほぼ7割を占めるものがダークエネルギーだということを言いました。で、そういうことが分かってきてるんですけれども、じゃあ、この正体っていうのは全く分からないんですね、今のところ。で、いろんなことを考える人がいるんですけれども、まだまだ本当に全然わからないと言った方がいいような気がします。で、そのうちのこの一つのアイデアですね。で、これダークエネルギーがですね、たまたまこのニュートリノの質量くらいなわけですけれども、こう、ポコポコ宇宙が生まれたときに、このダークエネルギーが占める割合がたまたまこのくらいだったので、僕たちが今こうして宇宙が誕生できて生きていられるという可能性は、これはあるんですよね。いろんな値があって、ダークエネルギーを取り得る
宇宙が生まれる。でも、ほとんどがすぐにこう消えて消滅しちゃうと。生まれてすぐに消えちゃう。そんなものになっていると。ちゃんとこう広がって銀河を作り出して、百何十億年もですね、長く生き延びれる宇宙になっているっていうのは、たまたまこういう、ダークエネルギーの値だったからではないか。お湯を沸かした時にボコ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 生まれてくるような風に宇宙はもしかしたら、誕生したのかもしれませんね。本当に有知じゃなくて、マルチな存在のうちの一つの宇宙だ、僕たちの宇宙はかもしれません。はい、それでは。